はい、えー皆さんこんにちはちでございますえーと名付け雑談ですねえー、その6えー、1984年1月のその6をやっていきましょう前回はねあのライブえー、久しぶりのライブということでえー、結構ね来ていただきましてありがとうございましたほんとねあのー、ほんと久しぶりでね えー、させていただいたんですけども、あのー、ね、なかなか私の中では、盛り上がったなと思うんですけども、ここで一つお詫びがありますね。お詫びと訂正ですね。まあまあ、私の、私あれ、なんだろう。 私,その私がやってる中でもうしょっちゅう嘘ついてるんで「ああ違ったね」みたいなのがしょっちゅうあるんであれだったんですけど今回はねさすがにねコメントいただいた方に申し訳ないということでそれ後で気づいたので私もねちょっとうろ覚えだったので一応調べてみたらなああしまったすんごいあの申し訳ないことしたって思ったのですけどもあの PC エンジンの話になった時にですね あの、天の声の話になったと思うんですよ。で、天の声のコメントをいただきまして、私ね、それ勘違いしちゃってね、あの、CD の、CD をコピーするあのツールと勘違いしたんですよね。違うんですよね。天の声っていうのは、あの、PC エンジンのセーブ、セーブデータを、あの、保持する、あの、ツールですよね。あれは、あれ、ハドソンさんだっ どっから出てたかちょっと、NEC さんかハドソンかをちょっと忘れちゃうんですけどね。あの、私使ってました。<laughs> あれすんごく重宝しました。あれセーブできるんですよね。えっ、ー、とね、それ以前まではね、それ以前まで PC エンジンでな、どうやってセーブしてたんだろう。ちょっと私記憶ないんですよね。もうずっと天の声使ってたので、PC エンジンのセーブ方法ってどうだったんだろうね。 メモリーカードなんかなかったもんね。で、PC エンジン自体もなんかバッテリーバックアップだったような気もするんで、あ、PC エンジンじゃない、ごめんなさい。えっ、ー、と、天の声もね。ちょっと見てみましょうか。これをね、私ね、ほんとね、CD のコピーツールと、コピーツールとかコピーデバイス、ハードウェアと勘違いしちゃってね、もうとんでもないものと勘違いしちゃって、ほんと申し訳なかったですね。これはほんとね、 あのー、ほんとやっちゃいけないミスだったなーと、あのーね、私が逆だったらそんなもんじゃなかったよ、みたいなね。そんなんじゃなかった、そ,そんなのと間違えないでよ、と思うぐらいだからね。そら、いや、これ私使ってたんですよ。天の声ってね。天の声実際使ってたので、天の声、えー、PC エンジンね。PC エンジン、ちょっと見てみましょうか。天の声2だっ,ったんですよね。これちょっとね、私ね、天の、 あ、違うわ。これは、あ、でもそうだね。書いてんね。天の声2ってね。確か2ってあったと思うんですよ。あ、でも天の声全部2になってんね。あれ天の声2なのえーとね、ビッグローブで見に行くよりも、ピースエンジン、あー、ピースエンジンでも,でも天の声あるんでしょこれ。えーとね、天の声と。あ、対応スレジ。あ、天の声2だったのかな私、天の声2。 天の声だったような気がするんだけど違うんだね。11個あるね。えっ、ー、と、天の声などはつん、あ、天の声って書いてるね、ここではね。CD ロム、あ、ロムロム、あ、そうだ、ロムロムがあったんだ。その後に、後かどうかわかんないけど。ロムロムが、ロムロムでそうそう。あ、また話出せちゃうわ。ロムロムだ、あの、ストリートファイター1が移植されてね。 いやー感動しましたよ。でもちょっとおかしかったけどね。<laughs> いや、なかなかでも、あのー、ちょっとアクションはね、うん、あれ、やっぱり、アーケード版に比べるとコマ数少ないかなとか思ったんですけど、あのー、いや、でも、それなりによくできてたと思いますね。あれ、ちょっと感動しました。ほんとねいや。お金入れずに、お金入れなくてもそれと書いてファンができるんだ、と思ってね。ええー、とね、うん、でもそれぐらいしか書いてないね。ええー、とね、じゃあ、ちなみに天の声の、 えっと、画像を見たら。天の声バンク。これはちょっと私知らないな。天の声。天の声。これ、こんなんだったかなこんなにでかかったか。あでかかったかもわかんない。でかかったかもわかんないね。で、確かこれ、あの、炭酸電池かなんか入れてなかったかな。ボタン電池ではなかったような気がするんですけど。でも、これの以前、あ、これロムロム、あ、ロムロムには天の声バンクって書いてるわ。でも、これ CD ロムだよね。 で、これでも以前はどうやってセーブしてたんだろうあ復活の呪文だっけダンジョンエクソーラーをセーブできなかったのかなあれは。あれはちょっと覚えてないんですけどね。うん。まあ、でもで天の声使ってましたよ。ただ天の声で使ってた、天の声でセーブしたゲームって何だったかな私買いに行きましたもんね、これね。買って使ってましたからね。まあ、というわけで。 あのー、天の声は本当あの、私が勘違いしてしまいました。申し訳ありません。あのー、ねあの、なかなかあの、ブラックな、<laughs> 私、ライブやってると、ライブやってるとね、あの、たまにブラックなね、あの、ブラックなの、あの、ネタが出ちゃいますので、ね、あの、申し訳ないです。<laughs> ちょっと暴走しちゃう時ありますんでえ、申し訳なかったですね。本当にあの、ですから天の声は、あのー PC エンジンの、えー、セーブデータを保存するものでしたよね。と、どこが作ってたのかなでも、天の声でウィキがないんですよね。ないので、うん、天の声でね、ね落札とか、そんなんしか載ってないので、天の声バンクっていうのは記憶ないですね。私、天の声、あ、天の声の中古って書いてるね、メルカリ。 だこ天の声2っていうのがあるってことは天の声1があったと思うんですよ。ただの天の声っていうのがあったと思うんですよ。なので、えー、そうですね。おそらく、そうだと思います。じゃあまあいいか。というわけで、えー、じゃあ次行きましょう。えー、すみませんでした、えー。というわけで次はですね、えー、まだセントラル教育さん続くんだよね。スーパーダイス、えー、テーブルですね、えー。定価不明の88以降です、えー。ダイスの目を揃えるテーブルゲームと、 うん。六分の一のサイコロサイコロだから六分の一なんでしょうね。えー、次行きましょう。鬼、お、鬼が、白うん。ああ、チャンピオンソフトだ。アドベンチャーですね。えー、定価不明の885です。あらまあ、なんか、ここだけ見るとね、ディズニーランドとか、そんな感じがするんですけど。えー、この時期、チャンピオンソフトが発売したアドベンチャーゲームの一つ。地獄に落ちたプレイヤーが何とか脱出するというストーリー。おまけの 3D グラス、グラスをかけると、 具体画像が楽しめるというのがおーそうだったんだ。あの上手で流行っ。女王。私らの時は多分上手だよね。 あのね、このあの、赤、赤と青だっけのメガネを、メガネをね、かけるとあ。そうそう、セロハンね、セロハンメガネを使ったゲームということって書いてますね、3D グラス。えー、で、他にはやはり同社の四次元少女、リディアなどが思い起こされる。はあ、そうなんだね。ちょっとこの辺なんかやばそうな気がするんですけど、四次元少女って。で、あとあの、うちのおやさんとか言わすと、昔何ですキネマかなんかの言ってた時代に、 だからそんなんあったよって言ってましたけどね。だいぶ昔でもその 3D で見える、えー、のあったよって言ってましたけどね。うん。えー、次がね、えー、ノー、ザンコンボイ。えー、これまたチャンピオンソートですね。あら、すごいね。コンボイって言ってんですけど、船、軍艦かな軍艦ですよね、これね。あの、砲をついてますもんね。SLG です。定価不明の88、えーえー、8です。わー、すごいな、チャンピオンソート。いろいろやってたんですね。えー、第二次世界大戦か。第三次演。 船団第3次塩素船団 FR77 の護衛をシミュレートした本格的なウォーシミュレーションゲームであるとプレイヤーの任務は困難な,な状況下においてなんとか FR77 を不登校ムルマンスクへ入港させることああなんかロシアはロシアに不登校っていうのはなかなかないんでしたっけねえ要するに冬でも凍らない一港ねだからロシアはすごくそういうのを欲しがってるっていうのは聞いたことあるんですけどもね いやこの頃、チャンピオンソートさんはどうなるのかっていうような感じだったんでしょうね。あの、アリスソートさんの方に行くべきなのかっていうのがあったのかもしれないですね。えー、お、ザ・プロボウリング。だってこれもチャンピオンソートさんですよね。うん、アクションです。えー、定価不明の、あ、ごめんなさい。えー、88以降です。えー、ビーナーアマプロの3レベルあるトーナメント形式ボーリングゲームと、ステップを踏んで投球ピンがリアルに倒れると。あ結構きっちり撮ってますね。だってこの時代ってね、 まだコンピューターボールって確かなかったと思うんですよ。このちょっと後じゃないかな。ああ。ボーリング流行ってたんですよね、私の時も。私がね、高校生の時もね、ボーリング流行ってました。まあ、中学校の時も流行ってましたよ。小学校の時も流行ってましたね。もうあの、何ですえっと、正月は、親戚と集まったら必ずボーリングっていう。ね。あの頃はね、 1>, えと1日、2日、3日か、3日ほとんどのそういうお店休みだったので、パチンコかボーリングとかそういうところしか開いてなかった記憶がありますね。だからスーパーとかも開いてなかったと思います、当時はね。今当たり前のように開いてますけど。あただ今あの、最近はあれでしたっけ、閉めましょうかっていう動きもあるんでしたっけ、スーパーね。で、あのー、なので、そういう意味でおせち料理だったと思うんですよ。おせち料理って、その一気にドカッと。 年末までに作り込んであの三、ー、月日はそれを全部食いながら過ごすという感じだったと思いますね確かにだからあのー、もう3日間か三月日ぐらいはもうそのおせちで全部済ませれるようにって言って積み立てるんでしたっけなんかそんな感じで聞いたような記憶があるんですまあおせちはねもう私おせちってああ子供の頃食うたような気がするね まあおせちといえば、なんかね、あの <laughs>、大問題に問題ありましたよね。とりあえず、なんだっけ配送のおせちだっけ <laughs> なんかね <laughs>。あの、頼んだもんと来たもんが全く違うよ <laughs>、みたいなことはちょっとあったと思うんですけどもね。はい。え、ただなので、ボーリングはね、一時めちゃくちゃ流行って、そう、それで私、全然、そうだ、私ね、計算ができなかったんだけど、計算覚えた途端にコンピューターボールになって <laughs>、うーん、まあ、でもちょっとだけね、計算して、あの昔だから鉛筆でね、鉛筆であのスコアつけてましたもんね。 で、あのー、ね、スペアになったら次の1等分足して、ストライクだと2等分足すと。で、最後のね、えっと、パンチアウトだっけターキーは3回連続のストライクのことだけでも最後だけパンチアウトって言うんでしたかねスーパーパンチアウトいや、それはゲームか。えっと、パンチアウトと言ったと思うんですけどね。で、そうですね、あの、靴とかもね、その昔はねあ、今どうなんだ昔1ゲーム6、あんまあ、正月料金になってたね。1ゲーム600円ぐらいしたと思います。 当時は、ね、であの親に親と親戚連中で連れられて行ってボウリングやってましたね私だからね一時すっごいボウリングハマってて私最高202点か3点ですねこれはちょっと自慢できるかなと思うんですけど私最高202点か3点いきましたはいあのなので一時本当にねあのもうストレートで 行きましたよ。てか変化球よう使わないんでストレートばっかりで行ってましたねそんな感じでよくやったんですけどねでもその一時もうボウリング場が不景気でかなガンガン減って今ねもうあのラウンドワンとかですたらああいうね大手のああいうとこでやってるや,やるんでできるんだと思うんですけど一時本当にうちの近所でもボウリング場がバババババってなくなりましたんでもう やらなくなりましたね。という感じですね。さあ、次行きましょう。えっ、ー、と、おいこれまたチャンピオンソードだ。アクション、低価不明の8、8以降ですね。えー、前頭からスタート。1場所15日で6場所の相撲ゲーム。えー、技は天気で、釣り、えー、寄り、投げ、うっちゃり、引き、外掛け、突っ張り、グリグリグリ <laughs> 何グリって。各場所後の引退も選べ。引退もできるんだ。はあなんか、チャンピオンソードさんいろいろやってんだね。 はい、次は、不思議の国のアリスあー、マイクロキャビン聞いた。<laughs> アドベンチャーですね。3500円。これはテキストアドベンチャーなのかなうん。この頃では珍しいグラフィックのないテキストアドベンチャーゲーム。そうだね。この頃だったらもう遅い気がしますね。えー、っと、うん。もっと前だね。 うん。ルイス・キャロルの小説、不思議の国のアリスからイメージを発展させたストーリー。プレイヤーは小説の中の主人公のアリスとなって、不思議の国の中を歩き回る、えー。その中では体が小さくなってしまうこともあれば、えー、迷路のような森に迷い込んでしまうこともあると。アメリカではゾークに代表されるテキストアドベンチャーは一つのカテゴリーとして認知されているが、日本ではいまいち受けが悪かったと。あ、そうなんですね。まあでも、そのね、えっと、雑誌で、 私テキストアドベンチャーの雑誌をね何度か買いました。あとクロスワードパズルとかが載ってるそういうクイズ系のね雑誌売ってましたもんね昔はね。うーんチラチラ買ったことありますよ。うんね。まああのあでもねテキストアドベンチャーのね雑誌はね何度もできましたよあれいろんなルートがあったんで。ああ。 あれはあれでなかなか楽しめたんですけどもね。ええー、まあだからそれとあの、パソコンのテキあの、アドベンチャーゲームなんかすごく相性が良かったとは思いますね。だからこの時はあの、マイクロキャミさんね、これ、マイクロキャミさん。うん。んー。あ、でもミステリアハウスの方が古いね、おそらく。あ、でもこれ、テキストアドベンチャーとどっちが、いや、でもミステリアハウスもうちょっと前に出てきたような気がするんだけどね。うん、と思いますよ。<laughs> もう忘れちゃった <laughs>。 えーと次はフラッシュウォーズ。えー、ポニカ。うわ、なんか、すごいね、これ。3D というか、なんかここね。うーん、そんな感じがします。えー、SLE2800、ポニカさんですね。えー、88以降です。安いね。スタートレックタイプの戦略シミュレーションゲーム。うん、スタートレックタイプって言われてもわからないんだけどね。どういうことなんだろう。フラッシュウォーズって書いてますね。はい。次はユニティ。うわ、すごい綺麗あ、あれ <laughs> これ、 これ、88の画面なのかいむちゃくちゃよくできてるけどね。私、アーケードかなと思っちゃった。えー、っと、SLG ですね、ポニカさんで。ね定価低不明の88以降です。すごい綺麗にできてるわ、これ。架空の国、オルトリアを舞台にした戦争シミュレーションゲーム。ただ単に戦闘状態ではなく、経済力の戦い。外交なども要素に加えられている。ゲームは4人まででプレイが可能。すごい綺麗だね。すごい綺麗です、これ。ポニカさんね u ユニティ。 これあのね今ユニティユニティっていうあの簡単に簡単ではないと思うんですけどゲームを作れるプラットフォームというかえゲーム作成のプラットフォームと言っていいのかなうんありますね私も何度か遊んだことあるんですけどもね本当にねあの物理物理演算のエンジンでまあやるというような感じねあのいや驚いたのがね スマホのアプリもそうですけどもうあのー、もうだん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 プログラムが不要になっ不要というとこまでいかないんですけどだん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 プログラムしなくてその直感的にこれ何年前だろういやーこれでももう3年4年もっと前かな5年ぐらい前かも分かんないねあのー、特に i p h o n e イフォンのまの iPhone の,、まあ、のねアプリ 作るのむちゃくちゃ進化早いんですよ。ま、アンドロイドもそうだと思うんですけど、もうすぐ前のものが使えなくなっちゃうっていうので、すぐ前に作ったものがね、使えなくなっちゃうっていうんで、進化が早すぎてもう私、触らないようになっちゃいましたけどね。あの、もうね、すんごく直感的にできるようになってるんですよ。だから、もう昔はそこもプログラムで定義しないといけないっていう画面構成の仕方とかね、そういうのも定義しないといけなかったのが、なんかピュッてドラッグして、 ピュピュってなんかパーツをね、画面上でトラックしちゃったら、もう裏でプログラムが組まれるみたいなね。そんな感じになってるんですけど。ただ恐ろしいのがねぜ、そういうのを自動でやってくれるから、そこがぶっ壊れるとね、もうアウトになっちゃいますね。もう暗黙的なとこがぶっ壊れちゃうんで。だからまあ、あれもよしはしだなただまあ、あの、開発者を増やしたかったんでしょうね。開発者の人口を増やしたいっていう思惑があると思いますので、ね、ああいうの、やっぱり、 あの、開発者がいなくなると一気に廃れるので、ね、あの、Windows Phone なんかそうですよね。本当にね、すごく開発者をお願いします、みたいなのが、あの、ありましたからね、開発してくださいっていうのをすごく表に出してましたからね。もうだからね、あの、マイクロソフトもね、あの、開発関係でお金取ってた、未だにお金取ってるんですけど、まあ今無料でもね、無料であの、結構開発ができるようになりましたけどね、無料でもまあ、 本格的にに開発できるようになりましたね以前2008年とか2003、2005か。あの辺なんかは無料だとちょっと機能制限があって。まあ今でも機能制限あるんですけど、本格的なものを作れなかったりしましたもんね、昔はね。えー、ですけど、やっぱりそれでマイクロソフト痛い思いしたんでしょうね。ああ、もうこれダメだと。ね。あの、取られて。だってもう今、あれなんでしょう。えー、っと、もう Windows がシェア1位じゃないんですよね。Android がシェア1位なんですよね。もうあの、スマートフォンの台数がすごいんで。 ねえでもう何かね「Windows10 が最後の OS だよ」と言っときながら Windows11 出しましたもんね。 もう、絶対入れませんけどね。私の PC にも出てきますけど。11しませんかみたいに出てきますけどね。もう絶対入れるかよと思ってんですけどね。えっ、ー、と、はそんな感じで。えー、話が脱線しちゃいました。相変わらずね。えー、次行きましょう。えー、次は手がかりを探せ。おユニオンプランニングさん。アドベンチャーですね。えー、4200円の88以降です。えー、小さなペンションの2階で殺人事件が起こった物語の主人公となって事件の犯人を捕まえるアドベンチャーゲーム。あ、ちょっとごめんなさい。えっ、ー、と、今、私これね、序盤、一番最初ね。 えっと、1984年の1月の、その5って言いましたあ、なんか来ちゃった。ごめんなさい。その後じゃなくて、その6だね。その後はライブだったもんね。えー、もし、その後って言ってたら間違いです。すみません。その6です、これね。えー、で、これも、アドベンチャーで、あでもアドベンチャーもこの時、やっぱり、なかなか過渡期だったのかもしれないですね。まあ、RPG よりもアドベンチャー、前世代、前世の時だったと思いますね。ねえ。 でも、推理者なのかなこういう人が出てくると思うけど。あ、そ,そうだそら、<laughs> 手掛かり探せって言ってくらいからな。<laughs> 推理者だよね。えー、小さなペンションの2階で殺人事件が終わった者方のかったら主人公となって事件の犯人を捕まえるとベンチャー券も言ったかもしんないね、さっきね。ちょっと、今、揮発しちゃいました。おー終わった1 9 8 4年1月終わりました。いやー、長かった。えー、いっぱいあったね。こん中でなんか、今まで見た中で私の記憶に残る。ちょっとスケベなもありましたっけ。えー、お ああ、スタークラフトさんだね。あ、そうだ、コメントいただいたんですけど、前田のマジックね。あのー、よくよく考えて、よくよく見たら敵がね、あのー、いっぱい出てきてる時は敵が重なって、レイヤーのように重なってるんですよね。あの、ちゃんと後ろが見えるっていう。あの、倒した敵が、次の敵に出た時に、その前に倒した敵の、敵が一応うし、後ろ側に見えるっていう感じの。ああいうレイヤーなんか、88の時代なんかなかったと思うんですけどね。もうレイヤーみたいな処理ね。 おだから、スタークラフトさんさすがだなーっていうような感じで、ちょっとコメント返しさせていただいたんですけどもね。うん、ほんと、スタークラフトさん、ちょっと、男前ですね、ほんとね。後半な感じがきますします。で、あ、こういうさんのこれね、コンストラクション。ね、ゲームを作れるゲームと、パックマンモドキのね、ゲームを作れるというのがあって。あ、あとこれだなー。ブラックオニキズだねー。BPS ね。 しかも BPS さん、浩平さん絡んでたっていうのがね、びっくりしました。えー、どうせろナイトレッスン、ゴルフ教あー、これ綺麗かった、アビス。ねえ。あー、アビス、ちょっと気になるね。あとは、あー、サンダーォーズね。サンダーォーズだね。あー、時をかける少女はまあこんなのかなと。九州ウォーズ自衛隊の復讐。あ、ちょっとこれ間違えてましたね。次代の復讐。 時代の逆襲って言ったような気がしますね。時代は復讐でしたね。<laughs> あのー、逆襲は帝国の逆襲でしたよね。えっ、ー、と、スター・ウォーズの2にな、ーでしたかね。で、3が時代の復讐でしたよね。確かね、自衛隊の復讐 <laughs> あ、うまいですね、本当ね。あとは、あ、これ綺麗かたね、スロットクレイジー。ちょっとスケベなんでしたっけんこれすごい綺麗だね。気合入ってますよね。えー、ジアドベンチャー。 あとは、まあ、こんなもんですかね。あ、タンクバトルって何かあったか。あ、でも、アスキーさん、ちょっと違ったかな。うーん。おおなんかこれもすごかったね。CSK さん。うーん。なもんだってあー、これ怖い怖い。ほんとね。えーっと、はい。もうこの辺し、CSK さんリリボン、ヒリボン作戦が、これなんかデジタイズしたような感じですね。うーん。あと、 ああ、これはちょっとやばいやつ。ああ、これもやばいやつだ。ああ、これもあかんな。<laughs> もう、本当に <laughs>。えっと、まあ、こんな感じだったので、えー、いかがでしたでしょうかねじゃ。その6でやっと終わることができました。まあまあ、あのパ、パート5はパート5で、その後はライブで、1時間、1時間20本にライブしたんですけどね。1時間20本にライブしたんですけど、3本、4本 <laughs> しかすいませんでしたけどね。えー、そんな感じで、えー、終わりましたね。ちょっと話は変わるんですけども、実は今日ね、 ツイッターでツイートはしたんですけどねあのー、松永久津えさえ松永久あら <laughs> 松、ま、ひいちゃん <laughs> 松永さんのねあのー、ひさひさひさ松永ひさんだなんだっけちょっとごめんなさいちょっとツイッター見てみましょうか えーと、あれちょっと待ってね。ツイッターの使い方がわかんない。うーん、なんだろう。あ 久秀さん。松永久秀さん。忘れちゃった。ひ <laughs> いちゃんちに行ってきたということで。一応ね、動画作った、動画撮ってきたんで、で、動画上げるかもしれないですけどもね。その時はまたよろしくお願いしますということでえ。なかなか、なかなかでしたね。うん。まあ、あとはそんなもんなのかな。二月、もう2月ですね。2月のな早かった1月、あっと終わりましたよ。ねえ、まあ、ちょっとね、あの動画の方も、えー、なんとか、 最近はチラチラっとね、不定期枠を上げるようになってきましたので、えー、ライブもね、まあ良かった良かった前回ライブね、あの、どうしようかなと思ってたんですよね。あのー、その前のね、久しぶり、その前もちょっと間が空いてライブやってるんですけども、まあその時も、ライブの時に言いましたけどね、前回の。 あの、すんごい嫌な汗かいたんでね、久しぶりで、そういうプレッシャーあったんですけども、まあ、前回のらイ、まあ、前のね、日曜日のライブは、あの、そういうのがなかったので、あ、よかったなぁと。ただ、まあね、あの、すごい暴走しちゃって、っていうような感じでね、あったので、まあまあね、グダグダの暴走は、あの、私のね、先輩特許というか、先輩までいかないわね、あの、私のあの、特徴な、チャンネルの特徴なのでね、えー、引き続き、えー、まあ今年は、あのー、ちょっと、 えー、計画的にしていこうかなと。夜の9時までね、あの夜の9時からは、その、まあ、今回は違うんですけどもね、えー、夜の9時からは、そういう、なんか、夜の <laughs>、まだ言ってる <laughs>、雑、夏気雑談とは言わないけど、夜の、あのー、実況ということでね、えーまあ、スケベなことはしませんけども、あの、やっていきたいなと、 ねユーロトラックもやらないといけませんし、えー、なんだっけ、あのね、88のの、えっとあの、えーのえー、なんちゃらコブラだっけ <laughs> いや、なんとかゴリラだ。<laughs> なんとかゴリラもやらないといけませんしね、っていうのもあるんで、えー、まあそんな感じで、えー、いや25分で終わった。早かった、早かった。 えー、次回は1980年の2月になりますね。まあ、これ長かったら2月も長い2月もパート分かれると思いますよ。えー、そういうわけで、えー、じゃあこの辺で終わっておきたいと思います。どううもありがとうございました